おいっす、こんにちは、メリーです。3回星6威嚇強化はシリアスルーツの闇でいきます。最初は遅延が飛んできますので、半蔵に遅延対策もしくはアシストをしてあげてください。半蔵打って 2way2 本分の光ドロップを用意してあげましょう。2本分あればまあ抜けます。ちょっとね、こいつも HP が非常に高いので、HP が高い敵が非常に多いのでね、なかなか大変です。次はまあ光3個あれば大丈夫。光3個の8コンボで、ガングリュウのなんだっけ名前、ドラウンジョーカーか、しっかり爆弾もね処理してあげて8コンボをしっかり組んであげる。だったらこれは両面待ちにした方がいいかな。8コンボで抜けると思うんだけどね。 OKで、こいつは6コンボ以下吸収が来るのを待つ。ひたすら耐久しながら待つ。ちょっとずつでも削ってあげればいいかな。ハートが3個さえあれば耐久はできると思いますので、ハートを残しつつね、気持ち。お、これは来たね。で、闇になると完璧だったんだけど、ワンパンで抜けるかはね、ちょっと危ういところあるけどね。あー待って、これ全部あれにできたね。光だけでも OK。 これは抜けるかな。 OK。 ドラゴンキラーは刺さるんでね。で、光がないのでシェリアスルーツ打っていきましょう。こいつはワンパンできなくても 99% とかの攻撃をしてくるだけなので大丈夫です。思いっきり殴ってあげてください。最後にね、去り際に毒を3個作られるんですけど、まあそれは次のあいつ、次はアースドラゴンなんたらみたいな感じで3ターン待ってくれるやつなんで大丈夫です。3個あればまあ回復はできそうだけど、ちょっと割合食らっちゃうから、もうちょっとハートが気持ち欲しいんだけど、ハートくれないか。ハートをくれないね。ちょっとハートくれなかったんで、ここは一旦毒残しで、突破していきたい。で、6回セルケと半蔵使います。こいつはめちゃくちゃ硬い。今回のランキングダンジョンも非常に苦しめられた。 2way、 あーでもこの量でも厳しいかもしれない。ちょっとね、本当にこいつ硬いんでね、ただもんじゃないぐらい硬いんでね、街は作るけどこれじゃあまだ全然抜けない。シェリアスルーツ打ちます。うわー、3個。それはないな。どうしよう、一旦耐えるかも、こうなったら。ちょっとさすがにジンの運が悪すぎた。一回耐えます。は、ちょっと光ドロップ呼ばないと、この量じゃ中途半端に削ってしまう。はい、これでいきましょう。多分この量の HP だったらまだ倒せます。はい、 OK、 これはいけましたね。そんなにいらなかったけど、8コンボを組んであげればいけた。で、アポロンだね、覚醒アポロン。この子もね、またカッチガチなんでね、インドラを張って、万が一の打ち込みに備えてインドラを張りの、全力で殴ります。ちょっと街が作れなかった。
はい、まあこんだけやってもこんなんなんで、でこれ打ってくるんで次はもうこれで大丈夫です。モミジのスキルを使って追加攻撃を狙うのもありです。そのためのモミジなんだけどね。でまあ先生は強いんで気をつけてください。でまあモミジのスキル使って余ってればモミジのスキルで、まあ一応闇当てな支援持ってきてるんで、安定させるためには闇当てな。こうかな、こんな感じでいいかな。まあ多分ワンパンはいけるんじゃないかと思いますけど、全然余裕ですね。闇でキラー刺さる神かな、いつも神キラーが刺さってるから、ヘリルビズが非常に活躍してる。はい、ということで3回は、シェリアスルーツの闇の分岐の方でクリアしてみました。次の階層が操作時間4秒後手バルファルクだね。またこれ苦手ですけど、まあちょっと安定攻略とは言えないかもしれない。この次は難しいパズル力求められるんで、しかも8階層、まあ、頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。